はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百軒さんの実況を始めていきたいと思います。今回は4月13日より開催されている討伐特務遠佐の白銀機構にて銀彩子が登場しましたので、おすすめの攻略法を紹介及び解説していきたいと思います。わかりやすくまとめて話していこうと思いますので、最後まで聞いていただければ嬉しいです。最初に新人隊長へ向けての基本的な話からしていきますので、そうではない隊長は字幕に書いてある時間まで飛ばしていただければと思います。それでは続きを話していきます。始めたばかりの新人隊長は事前に歴戦の隊長をフォローしておき、同行者として使えるようにしておいていただければと思います。概要欄に歴戦の隊長のフォローの仕方について説明してある動画のリンク先を貼っておきますので、詳しくはそちらをご参照ください。簡単に討伐特務のおさらいをしていきます。討伐特務は対象になったボス、今回は銀彩子を名前の通り討伐していく任務となります。難易度が初級、中級、上級、超級、極級に分かれており、さらに各難易度ごとに討伐レベル、敵の強さが設定されており、それらを極級を除いて上限まで上げることが目的となります。極級は基本報酬が設定されていないやり込み要素となっていますので、新人隊長は手をつけなくて大丈夫です。討伐レベルは戦闘評価によって上がり幅が異なるため、良い評価を取りながらボスを討伐していくことが目標となります。それではここから少し踏み込んだ話をしていきます。流れとしてはボスについて、おすすめの編成、逃走技、実際の戦闘から見たボスの行動や戦闘の流れ、戦い方のポイント、おすすめの同行者の順で話していきたいと思います。まずは今回のボス銀彩子についてとなります。防御力が異常に高く、通常攻撃や技、奥義の全てにおいてダメージを1にしてきますが、唯一クリティカルでダメージを与えることができます。行動パターンなどは通常の彩子と変わりないので、いかにクリティカルを発生させるかが勝負の鍵となります。また雷、物理、金属の属性が弱点になっているので、余裕があれば属性攻撃についても考慮しておくと良いかと思います。次に編成と逃走です。おすすめの編成は2通りあります。一つ目が薙払いタイプで3振りとも固めてしまう編成です。逃走は3振りとも攻撃役として、攻撃力や剣技の補正が大きい逃走を積むといいです。いくらダメージを受け刃こぼれしようと、規定時間内に勝つことさえできれば安定して戦闘評価 S を取ることができます。しかしこの編成は御剣や逃走が揃っており、薙払いタイプでボスを倒すことができる前提の腕に自信のある隊長に限られますので、注意していただければと思います。2つ目は戦闘1振り目に育成が最も進んでいる御剣、2、3番目に育成が進んでいる御剣の編成です。逃走は1振り目を攻撃役として、攻撃力や剣技の補正が大きい逃走を、2、3振り目は体力底上げ役として、体力の補正が大きい逃走を積むといいです。攻撃役としておすすめのタイプは、薙払いタイプを除くなら遠くから攻撃できる遠当てタイプか、敵の攻撃を回避しやすい疾風タイプを特におすすめします。ただ今回はタイプよりも攻撃役は剣技が高い御剣やリーダー効果が剣技の心得の御剣を優先すべきかなぁとは思います。次におすすめの装備技です。最もおすすめなのは強制的にクリティカルを発生させる出撃裏です。幻突させて装備させていれば力押しで押し切ることができます。時点でおすすめなのは雑魚処理が可能なウサギ系の技か、乱れ落ちるしぐれといった持続攻撃です。効果時間中はボスに集中して戦えるといった理由からおすすめとして選びました。さらに属性攻撃が有効になっていることから、雷、物理、金属に該当する属性技もおすすめです。ただしクリティカルが発生しなければダメージは通りませんので、雑魚処理が主な目的でボスにはダメージが通ればラッキー程度に考えて装備させておくといいと思います。他、所持している隊長が少なそうなことや使いどころが難しいことからおすすめからは外しましたが、ホムラの瞬撃もクリティカルを必ず発生させられるといった理由から悪くはないと思います。次に実際の戦闘からボスの行動や戦闘の流れを解説していきます。戦闘画面に移りますのでよろしくお願いいたします。それでは一旦失礼いたします。金彩子戦となります。防御力が異常に高いことを抜かせば、他は通常の彩子と変わりないです。一通り行動パターンを確認していきましょう。彩子は他のボスにはない特徴が2点ありますので、そちらから説明していきます。1つ目が形態変化です。第1形態から第4形態まであり、体力ゲージ減少に伴い形態を変えるといった特徴があります。見た目だけでなく行動パターンが追加され、彩子を厄介な敵にしています。もちろんまだ攻撃しないので今は第1形態です。2つ目に見ての通り常に移動しているといった特徴があります。これは前方に当たり判定があり、移動そのものが攻撃になっています。
第1形態から第3形態は縦に8を描くように画面を横断しながら移動します。第4形態のみ特殊で横に8を描くように画面を横断しながら移動します。公認攻略引きに移動経路がとても分かりやすい図があったので貼っておきます。確認しながらご覧になってもらえたら嬉しいです。それでは別の行動パターンも見ていこうと思います。はい、こちらです。あやこの正面に立つとやってくる車輪をぶつける攻撃になっています。後でも話しますが、この攻撃時のみ止まってくれるので最大の攻撃のチャンスになっています。次は第2形態です。体から訪問を出してきます。そして新しい行動パターンが増えますので、そちらを見ていこうと思います。はい、こちらです。画面外から出てきた後、6方向の範囲に砲撃を打ち出す攻撃になっています。実は正面がアンチなので車輪攻撃の誘発と並行しながら対応していくといいと思います。ここからは第3形態となります。背中から腕を出してきますので、また新しい行動パターンが増えます。そちらの方を確認していきたいと思います。はい、今スラッと見えましたけど、後ろの方に腕を振り払って攻撃してたのが見えたかと思います。背面攻撃です。移動しながら背中の腕による背面攻撃となっています。後方から攻撃をしようとすると被弾する可能性が出てくるので、第3形態からはしっかり車輪攻撃を誘発し、攻撃のチャンスを作ってから攻撃するようにしてもらえたらと思います。はい、もう一つの攻撃がこちらです。なぎ払い攻撃ですね。あやこの側面から前方にかけて背中の腕によるなぎ払い攻撃になっています。近くで攻撃を受けると捕食されてしまうので注意が必要です。またザコが近くにいると、ザコを突き刺して前後に投げつけてくるので、油断しないようにしっかり避けていただければと思います。はい、はい、そして最後の第4形態となります。訪問がさらに増え、局射砲撃までやってきます。さらに移動速度が 1.5 倍になり、移動経路が変わりますので注意が必要です。移動経路については表の方をご覧ください。横を8で描くように移動します。ただ先ほどの第1形態から第3形態と同様、真正面に立つと車輪で攻撃して一旦動きを止めますので、動きを止めてからしっかり攻撃をして倒すようにしていただけたらと思います。それでは以上となります。一旦元の画面に戻りたいと思いますので失礼いたします。それでは次に戦い方のポイントになります。銀あやこ戦で意識してほしいことは、1、攻撃のチャンスを確実にものにすること、2、形態変化に伴うボスの行動パターンの変化を頭に入れておくこと、この2点です。1については先ほどの戦闘パートでも解説しましたが、ボスの車輪攻撃を誘発し攻撃のチャンスを作るといったものになります。あやこは常に移動していますが、移動パターンが決まっていることから行動の先読みが容易です。行動を先読みしながら真正面に立つようにして攻撃を誘発するようにしていただければ、簡単に攻撃のチャンスを作ることができます。最終形態である第4形態になると移動パターンが斜めになりますが、変わらず真正面に立つと車輪攻撃をしてきますので、慌てず攻撃を誘発するようにしてください。注意点としては、任務開始後10秒以内や画面端から出てすぐは車輪攻撃を行わないので、誘発するタイミングや位置には十分気をつけてもらえたらと思います。2についてはそのままの意味で、体力ゲージ減少に伴い形態が変化すると行動パターンが増えるので、一通り行動パターンについては把握しておいてほしいといったことになります。行動パターンが曖昧だと思わぬところで被弾してしまう恐れがありますので、先ほどの戦闘パートを参考に行動パターンを適宜構築し直して戦ってもらえたらと思います。最後におすすめの同行者ですが、私からは鬼丸国綱三日月宗近をおすすめします。剣技が高く、戦力としても頼りになるだけでなく、何よりもリーダー効果が強力で味方の剣技を大幅に上昇してくれますので、今回の討伐特務にはまさに適任だと思います。以上となります。ここからは後語りとなりますが、久しぶりに銀のボス登場でしたね。今回のような耐性持ちのボスは対策が必要と厄介ではありますが、行動パターンそのものは通常と変わりないため、戦い慣れしていて三つ剣や闘争技が揃っている隊長さんからすればそれほど苦戦しないような気はします。逆に三つ剣や闘争技が少ない新人隊長さんはいろいろな意味で苦戦するボスになっているとは思いますので、根気よく討伐し超級まで制覇してもらえたらと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。始めたばかりの方向けの動画やガチャ動画を定期的に投稿していますので、よければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。